こんにちは、みなみです。こんにちは、なつきです。はい、今日はですね、はい、しんさんね、春物のお洋服を選んだので紹介していきたいと思います。もういつも通り紹介して、はい、コーデをしていきたいと思います。うん、春物いっぱい可愛いなった。いや、マジで可愛いね。だからね、ちょっと早く着たいよね。うん、ちょっと楽しみにしていたので早速紹介していきたいと思います。はい、それではスタート。今回私は2コーデ組めるように選びました。でも組み替えたりしたら全然4コーデくらいになる。私も2コーデ。はい、じゃあまずかぶったのにしようよ。オッケー。たま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 かぶったこちら、せーので、じゃーん、キャミソール。そう、キャミです。かぶった。だからあのコントラストレースキャミトップ、白と黒です。 M と LM って書いてあるけど、カッコ XS なんて感じです。はい、気持ちいい。それができました。はい、そしてこれに合わせようと思って選んだのがこちら。かわいい。かわいい。ちょっと韓国っぽいやつ。うん、これがフリルエッジフロントタイメイドレディース T シャツのホワイトです。 S です。じゃーん、ちょっとアイボリーっぽい。そうだね、黄色みがちょっとある。うん、うん、ちょっとこれ今リボンが緩いからあれなんだけど、もっとキュッて締めたら、うん、好きな形にできると思います。うん、はい、まさかな、私もそんな感じで、なんかめっちゃ似てたよね。似てた。本当に合わせてないのになんか似てた。じゃーん、ピンクだね。ピンク、はい、こういう感じ。耳みたいにリボンになるやつです。似てる似てる。フリルトリム前結びクロップシャーツ、シャーツピンクです。はい、M にしました。はい、はい、マジ似てるね。で、私はその下のズボン、じゃーん、ちょっとサイズ良さそうじゃない。かわいい、こんな感じ。うん、コーデにも大好きなんですけど、うん、ウォッシュドロートリムフレアレッグジーンズ XS。 ウエストめっちゃ細くない？そう、うん、XS にしました。うん、でも結構ゴムっぽいから、あ、ストレッチが効いてる。うん、いけそうだし、なんかその大きいことが多かったのよ。だけどこれ 58cm のウエスト、ぴったり着たいの。ベルトとかしてもしなくてもいけるのが欲しくて、見た中で一番結構小さいようなサイズを選びました。また下が 70cm。 私ここにスリットが大きく入ってるのが、うん、あの長くても靴が見える感じですごい可愛い。はい、私はズボンじゃなくて、じゃーん、スカートです。かわいい。かわいいよね。うん、めっちゃ色あるね。そう、やばいね、これ何色あんだろう、全部。うん、ちょっと、本当にやばい、20色ぐらい、ね。うん、これがクラブスプリングブレイクミニスカートボディコンスカートラップスカートスウィート。なんか続きがある。続きがあるけど、スクショだから分かんない。これは L サイズ、かっこ S サイズに。かわいい。かわいいです。はい、で、私はバッグを選びました。はい、じゃん、かわいい。これめっちゃかわいいの。なんかちっちゃいスクバみたいで超かわいい。こういうの好きだよね。そう、大好き。これブラックなんだけど、ちょっと、うん、チャコールとかそっちより、うん、めっちゃ色かわいい。うん、一色じゃない、まだらな感じ。そうそうそう、それがいいよね。かわいい。で、これにつけたいのがあって、はい、これフォックステールカーキーホルダー1個。これ見て、これいろんな色とかがあったんだけど、うん、ライトグレーにしました。なんか最近バッグに人形をつけるのとか、うん、大きいなんかをつけるのが流行ってるから、うん、でも人形よりこういうなんか何でも合う狐の尻尾みたいなのがやってて、うん、はい、って感じですね。はい、じゃあ私もバッグ、じゃーん、かわいい。ビジネスカジュアルリボン装飾シャーリングバッグ、10代の女の子、女性、大学生、新人、わーお。それであのワード入れたらね、うん、あのいっぱい検索したら出やすいからね。うん、かわいい。めっちゃかわいい。スカートと合う、うん、そうそうそう。なんか白いバッグ私あんまり持ってないなと思ってちょっと選んでみました。はい、ガーリーめの、うん、リボンがつるっとした感じの、うん、だからスカートとほんと同じ、うん、似てる素材だからリンクしてていい。かわいい。はい、はい、2人がネックレス選びました。これめっちゃ可愛くて、めっちゃ可愛い。もうね、楽しみすぎて開けちゃったの全部。だからあの開封済みなんですけど、うん、ウィンテージアエン合金、うん、アエン合金ラインストーンクロスペンダントですね。はい、で、ネネは私は
ナイトラグジュアリー&ユニークなデザインの蝶結びペンダントネックレスだ。ちょっとね、こんな感じ。ちょっとキラキラの石がついてますね、なつきさんが。袖下リボン、うん、私は結構真逆でかっこいい感じなんですけど、ね、確かに小さいんだけどすごい目立つから、うん、めっちゃ可愛い。そう、しかも2連なんだね。そう、おしゃれだよね。いいです。で、2コーデ目ですね。はい、2コーデ目のトップス、じゃじゃーん、見てこれめっちゃ可愛いの。斜めになってて好きねニットセーター、クロップドトップ、フレアリース、フレアスリーブカジュアルのブラックです。サイズはなんかジャパンだと L だけどカッコ S になってる、うん、まあ一番小さいのを選んでます。うん、寂しいじゃん、ちょっと首がないと暗くて、うん、だからネックレス入れようと思ってこれです。はい、もう可愛いですね。はい、私はじゃじゃーん、あ、デイジーだ。デイジーさんです。デイジーさんです。モジ&フィギュアグラフィックフレアヘム T シャツ、ホワイトです。ヘム T シャツ、なんかさ、よくこういうデザインさ、カラー耳が持ってるイメージがある。可愛いよね、こういうのマジめっちゃ合わせやすいね。はい、で、なんかちょっと丈が長めだから、あのラフな時にさ、着れそうだなって思って、うん、もここが段が違ってめっちゃ怖い。そう、もうなんか最近さ、ちょっとへそが隠れるみたいなのがさ、けど横腹見えるみたいな。そうそう、横腹が見えるのが流行ってるね。流行ってるね、確かに。そう、なんかあれをしてみたいと思って。あ、なるほどね。ちょっと選びました。可愛いよ。はい、はい、はい。で、私ズボンはこれ。可愛い、めっちゃ可愛い。うん、ブラックポケットデニムスコート、これブラックの M サイズ、26、うん、で、あの画像見て、ほら、ズボンの上にもう一個なんかかかってるような感じ、うんうんうん、が、ただのズボン、なんていうの、普通のズボンと違って、うん、なんかいいなと思って、で、まあ、ちょっとかっこいい感じで、うん、で、これが大きかったように、ちょっとベルトを選んだんですけど、これはどっちにも使える。うん、確かに。そう、で、こういう大きい目立つやつがなんかよく見る気がして、うん、ちょっと一気に紹介しちゃうけど、うん、ラインストーン装飾ベルトのシルバーで80サイズ、もうこの辺までずっと穴があるから、ね、いいね、どこでもいい。そうそうそう、大きいとか小さいとかないと思う、うん、これが大きくてね、目立つのがめっちゃ可愛い。だからワンピースとか、シンプルなワンピースとかにつけても可愛い、可愛いね。キラキラめっちゃ可愛い、めっちゃキラキラ、星になっててめっちゃ可愛い、すごい可愛い ね、 ね。じゃあ次私、はい、うわ、これ良さそう、うわ、めっちゃ良さそう、ね、可愛くない絶対。ドローストリングウエストフレアパンツライトグレーの JPM XS サイズ、はい、一番ちっちゃいのにしました、うん、でも丈長くない？うん、こっち、あー、なるほどね。で、はい、これを選んでみちゃん、了解、了解じゃない、なるほど、間違えた、なんか急に適当じゃない、あ、了解そういうイメージ で、 ういうメージで、ね、はい、選びました。でさ、で、私はラストもう一個バッグを選んでました。ダイヤモンドキルディングチェーンショルダーバッグのダークグレー。めっちゃこの色かわいい。かわいいよね。かわいい。なんか甘すぎず、なんかかっこよすぎずな感じで、しかもめっちゃ軽いの。結構入るよ。おー。はい、って感じです。次、私、最後。靴。じゃじゃーん。あら。お茶目感がない靴に。お茶目感。お茶目感がない。これかわいいなと思って。選びました。ラウンド2軽量感覚ホワイトシューズレディース2023新しい夏オールマッチローカット、いっぱい書いてある。 あの韓国ってこういうなんかこういう靴が流行ってるっていうか、大体、うん、ね、スニーカー、そうそうそう、なんか履いてるイメージがあるので、うん、このピンクとかも可愛くて、グレーも可愛くて、まあ、白ピンクグレーが可愛くてちょっと選びました。はい、確かにソールがグレーなの可愛い、可愛いよねはい、ということで商品を紹介し終わったので、はい、早速お着替えしていきたいと思います。楽しみです。じゃあバイバイ、楽しみに、楽しみに。じゃーん、かわいくない？ちょっとアップで見せるとトップスはこんな感じ。バランスがすごくいいです、2人とも、ね、てかこれちょっと紹介していい？形がめっちゃ良くて、うん、上の段はあの表面にリボンが見えるようになってるんだけど、下の段が内側にリボンがあるのね、うん、だからこれキュッてしてもなんかキュッてするとすごいこの辺が締められて、うん、ウエストがよく見える。そうでも締めたところはこうやってヒラヒラで隠れるから、かわいい、自然な感じ、かわいい、めっちゃかわいい。そう、長いかなと思ったんですけど、うん、ちょうどいいと思う、かわいくない？かわいい、ちょっとマジでお気に入りかも。はい、ちょっと2人ともあの可愛い系、はいはい、あ、で、インナーも同じです。ここにちっちゃいリボンが見えるのが可愛い。
かわいい。いないよ。違う。色違いだけど、リボンはついてないんだ。白の方は形がちょっと違うんだ、色によって。あ、うん、まあでも全然可愛い、うん、可愛い。で、下のズボン見て、めっちゃぴったりだし、めっちゃ可愛い、うん、可愛い。これもう普通じゃないから、うんうん、これだけど、内側にこうやってくるからさ、細く見えるんだろうね。なるほどね。で、バッグもめっちゃ可愛いです。こんな感じでーす。可愛いね、めっちゃ韓国っぽい。レディゴ。じゃあ次のコーデいきましょう。レディゴってそういう意味なのに。せーの、レディゴ。じゃじゃーん、2コーデ目です。どうですか？いい感じ。まずトップスから見せます。はい、さっきのインナーそのまま着てるんですけど、結構透けるので、うん、あのいい感じ。私インナーは結構白とかでも、うん、まあ、好きな色でも可愛いと思う。インせずに着てるんですけど、左側だけ長くて、うん、たまにこう結構大きな破れ方もしてて、うん、すごい可愛いです。可愛い。ネックレスそのままです。はい、です。私はじゃーん、本当におへそがちゃんと隠れて、うん、さっき言った腰が見える感じの、うん、予想、想像通りだね。本当に想像通りでした。丈もちょうどいい感じ、うん、はいはいはい。見て、可愛い、ピンクになる。うん、見えてる。グレーもやっぱ可愛いね。このグレーのズボンに結局、あ、結局合う、合うね。だから、うん、めっちゃ好きかもしれない、はい、ズボンがこれ、あの、やっぱベルトしなくてもぴったりだった、うん、けど、つけた方が、そう、つけた方がもっとこうゴージャス感じで、この下にズボンがあるんだけど、上からまたかぶさってる感じがめっちゃ可愛い。可愛い。なんかおしゃれだよね。おしゃれ。ここにポッケがある。ある。後ろにもある。少年じゃん。ちゃんとある。おお、いいじゃん。え、それもあるの？これもありますよ。めっちゃいい。え、これ本物なの？やばくない？やばいね。このバッグ可愛い、やっぱり。めっちゃ可愛い。で、この傷につけたことによって、つけるともっとなんかパンってなる。そう、おしゃれ。印象が。そうそうそう。すごくおしゃれになる。あ、ズボンにつけても可愛いよ。可愛いです。てな感じでした。こんな感じでした。はい、ちょっと可愛すぎませんか？可愛すぎます。でも可愛いです。見て、この肘の感じとか、うん、めっちゃ可愛い、うん、あなたも本当に好きそうって感じ。そうそう、でも大きくて可愛いです、うん、はい、はい、マジでどっちも今回どっちが好きか選べないぐらい、うん、大好き。なんかちょっとした挑戦も私はしてみたので、フリフリとか、うんうん、あとローライズとかもちょっといろいろ挑戦してみたんですけど、はい、めっちゃ可愛かったです、はい、希望を持たせてくれるシーンです。はい、今回ご紹介したシーンは、はい、なんとビッグセールキャンペーンを実施中です。ビッグセールキャンペーンだよ。ビッグです。ビッグです。はい、 あっという間で、ね、選んでたらダメ、ね、うん、そう。ということで、概要欄をチェックしてみてください。見てねー。せーの、最後まで見てくれてありがとうございます。それではバイバイ。めっちゃ可愛い。大満足。もう思った通りだった。マジでめっちゃ可愛かったです。よく言う気になる匂いとか言うんだけど、うん、全然ない。ないね、うん、確かに。はい、はい。